いよいよ花火大会の時期となっていますけれども、どうやら変化があるようですね。いや、そうなんですよね。実はですね、花火大会の中止や縮小を決めたというところが増えているんですよね。はい、その数っていうのが、イベントの情報などをまとめているウォーカープラスによると、今年今日時点で全国で22会場で中止が決まっているということなんです。多いですよね。どうして中止相次いでるんでしょうか。これ実際に中止を決めた自治体ですとか花火大会の運営会社に聞いたところ、はい、こんな問題が浮かび上がってきたんです。大きく2つあるんですが、なんといっても大きいのがこちらです。予算不足、警備面ですね。各地のイベントで起きた事故などを受けまして、警備というのは強化していかなければいけないという中なんですが、警備員の人件費というのが高騰しています。そしてもう一つ、花火の原料費も高騰しているんですね。これ主に海外の輸入に頼っているそうなんですが、円安などの影響を受けまして、こちらも高騰している。高騰で予算が足りないという現状があるそうなんですね。はい、そしてもう一つあるんです。花火が打ち上がった後に出てくるこの燃えかすなどに対してクレームも増えていることも理由の一つに挙げられるんだそうです。ただ花火で燃えかすが出るっていうのは今に始まったことではないですよね。そうですね。花火が打ち上がりますと燃えかすは出てくる。これはね、今も昔も変わりませんが、変わったものがあるんですね。ある花火大会の関係者は、その背景の一つに太陽光パネルを設置している住宅やマンションが会場の周りに増えたことが要因なんじゃないかと話していました。実際に花火大会の後にですね、燃えかすで汚れてしまったといった苦情もあったそうなんですね。でまたコロナというのも影響しているんだそうです。はい、多くの花火大会で 3,4 年ぶりの開催、久しぶりの開催ということで、これまで毎年のことだった燃えかすが気になるようになったのではないかと、そういった意識の変化というのを指摘される方もいらっしゃいました。一方で今回の鎌倉での花火大会っていうのは、こうした問題は解決できたっていうことなんですか。鎌倉花火大会はですね、燃えかすの問題自体は船から打ち上げるので、そもそもそんなにクレームっていうのは多くないそうなんですね。ただやはり予算の問題というのは重くのしかかったそうなんですね。そこで実行委員会がですね、クラウドファンディングをしまして開催費用を募ったそうなんです。そうしましたところ、800万円近い、お金が集まりまして、開催の費用に充てられたと、そういったこともあって復活につながったということでした。だからもう花火大会が見られるのがもう当たり前じゃないってことなんですね。もし地元の花火大会がなくなったらと思うと寂しいです。そうですね。だからもう次の世代にこの花火大会をつなげていくためにも、見に行く我々がしっかりマナーを守るということは大切ですよね。